愛知県のラジオネームししゃもフライさんからいただきました。ありがとうございます。先日オードリーさんがラジオで若林さんがワクワクピーナッツの2人がオードリーの楽屋に来てタトゥーシールをもらいに来た話をしていました。知ってますよ。松田好花さんは目がギンギンだったのに紅穂さんは嬉しそうな顔じゃなかったらしいですね。正直いらなかったのですが、これね、私ずっと ちょっとちゃんとね言わなきゃってちゃんと思ったんですけど、なんかそう嬉しそうな顔じゃないって言われたら悲しいなと思っちゃって、私欲しいなって思ったんですよ。もちろんね、オードリーさんいつも共演させていただいてて、すごいめちゃくちゃ欲しい。だって このタトゥーシールは貴重だっていうのもその松田好花から聞いてたので欲しいって思ったんですけど、松田好花だったりうちのキャプテンとかは本当にもう生粋のリトルトゥースでグッズとかも自分で買っちゃうぐらい好きなんです。ただ私はなんかミーハーみたいになっちゃうかなって思って、なんか2枚あげるから誰かにあげてみたいな、だから多分最初私に、明らかに私にくれようとしたんですけど、多分その高橋さんが多分私がそんなに興味なさそうだなって察したのか、誰かにあげてって感じで言い直したんですよ。その時にもちょっと察して、私はあ、多分私じゃない人だと思われたんだと思って、結構あって思って、でもここで私がもらってキャプテンがもらえなかったらかわいそうだと思ったから、あ、キャプテンにあげます、クミさんにあげますって言って、その後クミさんにあげてすっごい喜んでたんで、あ、よかったと思ったんですけど、これ本当誤解してほしくないのは、嬉しそうじゃなくないです。本当にもらえるなら欲しいです。ただあんまそんなおこがましいかなって思ってもらわなかっただけ、申し訳ないなのか、そうですよかったんですよ。よかったですよ、ここで言えてよかったですけど、若林さんにはでも言えてないので、もしいつか若林さんとお話する機会があったら、私もタトゥーシール欲しかったんですけどねでちょっとなんかでも嫌味に聞こえるから、なんか嬉しくなくないですよ、嬉しかったですよって言ってみようかなって思います。